はい、こんにちは、ライムです。今回はもう3度目ですけど、ちょっとしつこいかもしれないけど、ハデスカップの15の前回ね、まず1番目が成功法、3本のキーブレードで成功法な 3ターンクリアで倒すっていうやり方を紹介しました。で、2つ目の動画が反射ね、反射を使って倒すっていうやり方をやりました。ただし、その2つ目の動画については、まあ、条件がね、やや必要だったっていうところですね。あとね、前回の動画を訂正すると、ラスリブ必須です。2回攻撃受けるんで、そういえば。すいません。あれ、ラスリブは必須です。はい。で、3回目の今回、どんな攻略法かっていうと、2つ目で、ちょっと条件が、編成難易度が高かった。まあ、条件があの2枚が必須ってところがあったんで、何かわからない方はね、前回の動画見てほしいんですけど、その代替となるメダルを、まあ、考えましたというか、あ、そういえば、って思ったんで、ちょっと試したら勝てたんで、やばい、笑っちゃった。マジかと思って。確かにそうだよなと思って。で、勝てたんで、前回の動画よりも編成難易度低い。人によってはちょっと、どっちにしろあれかな。こっちはこっちで、必要なものがまた変わるような感じなので、まあ場合によってはねって感じなんだけど、まあ人によりけりですけど、人によってはこっちの方編成難易度低いかもしれない。はい。っていう感じで紹介していきます。こっちもね、まあ2つ目のアレンジバージョンって考えてもらえたらいいかな。はい。これです。これ。これさ、パッと見さ、どうやって勝てんのって思うでしょ、これ。これやばいよね。やばい。これが本当極限まで編成難易度落とした、今回のハデスカップの最適解だと思う。これ以上編成難易度落とせない。これ以上落とすとなると、なんだろうな。例えばこの塩の部分を、アンチアクアに変えたり見たりとか、っていうところで変わってくる。です。なんで、ここで人によって変わってくるかな。で、ここで重要なのがね、SB 怪力か SB シオン、これどっちでもいいんですけど、どっちか2枚、もしくはいずれか1枚ずつが必要。この編成の場合だとね。あくまでこの編成の場合ですけど、僕が今からやる方法だと、2枚が必要になってくるんで、ここでね、持ってる方と持ってない人の差が出てきちゃうかなってところがあるんで、これ代用はね、一応できると思う。できると思う。っていうのは、なんだろうな。まあ、一回これでやってみよう。一回これやって説明するわ。一回見てもらった方が早いと思う。で、一応説明しとくと、これカイリーはラストリーブは必須。誰か、まあ、カイリーじゃなくてもいいんだけど、まあ、誰でもいいんだけど、カイリーにラストリーブ必須。カイリー、もう、ごめん、テンパってる。なんかテンパってるわ。どこかしらのメダルにラストリーブは必須だと考えてください。で、2枚目ね。これ重要。ナミネのコム、COM、チェーンオブメモリーズバージョン。これは普通のガチャで出てくるやつ。普通の、まあ、外れメダル。外れメダルとして出てくるメダルなんだけど、これね、相手のバフ状態をコピーするっていう効果になってます。これデバフもコピーします。はい。これが重要。デバフもコピーする。これが重要。はい。カイリとか、シオンのスーパーバーストって、すべてのバフデバフを15段階に上書きっていうすげー強い効果なんですよ。ただしこれ普通2回までしか持続しないので、基本的にはこのバフデバフ目的では使わないっていう感じなんだけど、このナミネを使えばコピーができる。はい。デバフをすべてコピーできる。で、2回目の動画で使ったソラ・ザ・カリビアンと同じような状態に持っていくことができる。はい。お分かりかな？もう分かったかな？もう分かった。ここまで説明すればもう分かったかな？ 2 回目の動画見てくれた方は。もう分かったでしょ。はい。で、さらにもう1回2ターン。2回の攻撃で倒す必要があるので、2枚必要なんですよ。カイリーか、シオン。デバフを15段階、すべてのデバフ15段階に持っていくには、まあ、手っ取り早くね。手っ取り早く持っていくんだったら、この2つが必要になってくると。いった編成です。で、反射どうするかっていうと、このスピリットメダルの、波ね。まあ、コピーメダル、後ろコピーなら何だっていいんですけど、リアでもいいし、シオン HD でもいいです。これで、
パートナーのアンチ役はコピーしてあげるみたいな感じ。あーでもよくよく考えたら、あのナミネすらいらねえなこれ。ただパートナーのあれじゃん、パートナーのアンチ役は連れてくだけじゃないこれ。これいらなくない？これでいいんじゃない？これで勝てるわ多分。これでいけるよね。いけるってことだよな。いらないねコピーメダル別に。どうせあの帰りとか使えばゲージ回復できるしね。これで勝てるわなアホなって思ってるでしょこれ。この動画から見た人は多分意味わかんないと思うんだけど、多分これで勝てると思う。一回やってみようとりあえず。とりあえずやってみよう。でスーパーバースト使います。でナミネルコピーします。はい、これで見てください。あの僕のところデバフがね15段階かかってるの分かると思うんですけど、これでアンチアークは使えますよね。これで反射状態になるわけだ、マジック属性の。でハテスの攻撃を受ける。ドン。はい、でこれアビリティ使う必要すらないんじゃない、これゲージ足りるもんねこれ全然。で今度はシオンのスーパーバーストを打ちます。でナミネルコピーします。で反射使います。でハデスの攻撃受けるでしょ。勝ったわっていう編成。これは編成難易度低いよこれ。極限まで下げたよこれさ。アンチアクアとソラザカリビアン両方持ってる人より、あの何カイリとシオンどちらか1枚ずつ持ってる人の方が多分多いと思うんですよ。カイリシオンの方が復刻してるし、あのどちらかが重要っていうのは多分見てる人だったら大体わかると思うんで、基本カイリシオンの方が、まあ、持ってる方多いと思うんで、まあ今回のね無料ドローで引いた方も含めてもかなり多いと思うんで、これはいいんじゃない、この編成はいいでしょう。さすがにこれで文句言う人は、さすがにこれで帰りしようねえよって言われちゃったらもうあれなんだけど、そしたらもう本当にあの一応考えたんだけど、要はデバフを再現できればいいっていうことなので、うんそうなんですよ、デバフを再現できればいい。なんでそうなってくると、ただねフルデバフって考えると結構大変なんだよこれが。意外とってことでもないけどかなり大変でした。なんでその辺でなんとかうまい具合にデバフメダルをね15段階まで持ってく必要って組み合わせる必要があるんで、その辺はやっぱり手持ちに相談になってきちゃう。だそこなんだよね。結局こっちでもあの帰り仕様を使わないと逆にまた編成難易度上がったりもしちゃうんだよね。はい、まあ結構アンチアクアが手っ取り早いんで、バフデバフ強いんですよアンチアクアが。闇バフ15段階とか闇デバフ15段階とか普通についてるんで、結構うん単純にバフデバフメダルとしてもアンチアクアが優秀だったんで、アンチアクア持ってるで、ソラザカリビアンない人はね、ていうかアンチアクアまで持ってるのはソラザカリビアンは別にフレンドで借りれるからねそうだよねそう考えるとここで説明する意味もないよな。アンチアクア必要って言っちゃったらさ、じゃあフレンドでソラカリビアン借りるわで終わっちゃうもんね話が。だよね。で考えるとやっぱり一番編成難易度低いのこれだわ結果、結論から言うと。だってね、ほんとアンチアソラザカリビアンなんて持ってる人結構少ないと思うんだよね。あれ僕も解説動画の時に、なんだろうな、無課金とかの人は無理して引かなくてもいいよって言った気がするんで、まあ確かにね今引かなかったも仮にアンチアクアさえ持ってればフレンドで借りるってこともできるしね。はい、確かにいらないんだよ。でコピーメダルでカリビアンコピーするっていう手もあるしね、ゲージが足らなければ、うん、っていうこともあるんで、やっぱりこれが一番低い編成かなと思われます。はいですね、まあ本当にそのなんだろうな、カイリシオンとか、アンチアッカーとかなくてもうどうしようもない、でも勝ちたいって方は自分の
手持ちの中でですね、組み合わせてみてください、試しに。デバフとか、ひたすら。闇デバフ15段階と、マジック属性デバフ15段階とか。はい。で、ちょっとネックっていうか、厄介なのが、ハデス自体にも、最初から防御バフが積んである状態なんで、それをまず剥がす。もう15段階積まれてる状態なんで、要は30段階下げる必要があるんで、まあ上書きメダルとか駆使してもいいかもしれないよね。上書きメダルとか使って下げて、で他のこのゼアノートとか、まあヤングゼアノートとかもね、駆使して使うみたいな、アンチアークは持ってない人はね、ガンガン下げていくみたいな形でもいいのかもしれないね。で結構ね、デバフメダルでハデスが優秀なんで、ハデスに目には目をじゃないけど、ハデス優秀なんだけど、これね、残念なのが攻撃デバフついてんだよね。コピーす、ちょっとな、普通に使う通常運用であればかなり攻撃デバフって優秀なんだけど、こういうちょっと変わった使い方するにはちょっと不便。敵の攻撃下げちゃったら意味ないからね、ダメージ下がっちゃうんで、食らうダメージ下がっちゃうんで、そこだよね。なんで、まぁ、ちょっとうまい具合に、返り仕様ないけど勝ちたいって方は、自前で、工夫してみてください。ちょっと組み合わせね。デバフの組み合わせ考えてやってみるといいんじゃないですかね。はい。まあ、そんなわけで、さすがにもう、ハデスカップ15の動画は多分、これ以上撮らないと思うけど、次こそ11から14の動画撮りたい。はい。といったところでですね、参考になった、まあ面白かったって方はね、ぜひチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。